うなんだってわけなんですけど、 T 日程でいくんですね。 T で、はい、内容とかのレベルは共通さは全然違うな、うん、じゃあお調整しましょう。はい、参ります。お題始まりました、まちゃちゃんです。さあ、今回も坂井さんにおいでいただきました。どうでした、共通テスト終わって反響ありましたか？まあ、友達からもすごいコメント欄、今日は安心して見れるね今日は安心して見れる、はい、本当にね、友達がコメント欄チェックしてるっていうね、はい、もう本当に、ね、それで誹謗中傷のメッセージだけスクショして送ってくるっていうね。そうですもう、まあまあそうですね、やっぱり結果出せばみんな、うん、あーってなるし、であとまあ国語ね、やっぱ難しかったってことは分かったんで、はい、よかったですね、まあ、まだまだ可能性はあると、はい、まあ実際スポカは去年はすごいやっぱ共通テスト低くても合格した人がいるんですよ。実際コメント欄にも来てたと思うけど、はい、でそれが分かっちゃったから今年はむずくなるんじゃないかっていうふうに言われてたわけですね、うん、まあ、ただまだ分かんないですけど全然、まあ、国語の平均がどんどん下がってだからどうなんだろうって感じです、まあ、厳しいは厳しいと思うので、はい、で英語は実際取れちゃった人も多いから、まあ、小論は引き続き頑張ってやってもらって、はい、まあ、青学もねやんなきゃいけないし、どっちにしろそんな中、はい、多くの人が言ってたですね、法政のスポーツどうなんだってわけなんですけど、 T 日程で行くんですね。 T で、はい、でここで外部試験利用と両方受けられるんだっけ。外部試験は多分 IELTS の原本が間に合わないんですよね。あ、間に合わないの？はい、閉まっちゃって、うん、イギリスの方で申し込みしなきゃいけないっていうのが。あ、そうなんだ、はい、今日まで消印有効なんですよそうなんか、はい、そこにお願いして、うん、新しい原本を構成にってことで。何、もうスコアシートなくしたってこと？いや、もうそれは編入の時点で使っちゃったので。あ、なるほど、はい、そういうことか。あ、じゃあ T2 っていうのを解いてもらいますんで、はい、英語が90分で、でここが現代文だけ、はい、で60分ということで、実際にじゃあやってもらおうと思います。まあ T 日程で、ね、知ってる人は知ってますけど、英語そんなに優しくないです、はい、なんかマーチの中でやっぱ法政下に見られるんですけど、全学部の問題は他と比べても別に下にはなりません、全然、はい、ではやってもらいましょう。はい、はい、受けてもらいました。どうでしたか、感想としては。時間はそこまで厳しくないなと思ったんですけど、うん、共通テストより時間は楽。全然楽ですね、うん、内容とかのレベルは共通テストは全然違うなっていうふうに思いました、うん、そうだね、もう知識の問題もたくさん出てきてますからね、問われてるものが違うと思います。じゃあ答え合わせしていきましょう。 T2 っていうだから150点ですね、英語は。はい、国語は100点と。じゃあ答え合わせしましょう。はい、はい、ではいきます、ね、トイチ C C D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  B H D C D E D D、 はい、3問ミスですね。悪くはないけど、もっと取って、はい、みたいなね。 B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  A B B C H D D、 はい、うわー間違ってんな。では大問3、 A A B B D B C D B D C D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  で、大問2が11分の6、うん、次が8分の4、最後が11分の8。うん、いやまだまだ。それで、じゃあ足して45分の30ですね。45分の30ってことは3分の2ってことは6割、まあ、7割取んなきゃだから全体で、はい、まあ今の段階では悪くはないけど、ただもっと取れるかなと。大問2とかね、しょっちゅうあるトピックなんだよね。ブルーかピンクかって昔出たことあるんだよ、毎年これ教材に入ってるから毎年教えてるんだよ実は80年代にね、女の子はピンクで男はブルーって決まってるんですよ。とかすげえ新しいんですよ、この男の子がブルーで女の子はピンクっていうのってね、はい、もうちょっとね、じゃあその文法だったらさらっと触れられるから、最初の Nothing to do with 知らないの？知らなかったです。え、Have something to do with は？ Have something to do with、 Have little to do with、 知らない、関係がある。そうだ、あ、それの Have nothing to do with が関係がないって言うんですね、はい。次はできた、 apply for、 できました。あ、これは簡単だね。ジョブに応募するってインタビューって書いてあるし、はい、コンプレインは男性ダメですか？なんか不平不満を言うっていう、まあ、意味だからってことね。そうですね、 about がないとかって見抜けないとダメだから、ね、誤報を知らなきゃダメですと。 I haven't seen a single rejection since、 あ、こいつ even if にした、はい、
なぜですか？それは絶対おかしい。もうどれを入れればいいか分かんなかったです、ね、親味知らなかったってこと。いや一方って言うんですよ、ね、そうだよ、ワイルワイル。そうです、対比になってんじゃん。この国では雨降ってないよ、でも自分の故郷ではウェット&ヒューミッドであるっていう対比ですね。はあ、ドライとヒューミッドっていうことです。対比に気づかないといけません。はい、アパンチョブ知ってた？アパンチョブは知ってました。よかった。11はダメ。これ間違っちゃダメでしょ。ヒヤル、ヒヤ人原型でしょ。知覚同士でしょ。あ、ヒアフロムは頼りがあるでしょ、はい、ヒアフロム人だけでシンギングが意味不明になっちゃう。これディザスターは大丈夫だった。ディザスターは大丈夫。 went wrong、 I go wrong、 うまくいかないってですね、はい、いやでも大問2だね、はい、ちょっと間違えすぎだね長文。うわこのディス分かんなかった。そうですね、まずいな。もうこんなの、ちなみに俺はこのディスとほぼ同じ意味で問われるのはどれでしょうってかって選択肢見ただけで D が答えて分かるから、もうだってどんだけこのパターン出題されてるか。副詞のディスでしょ、問われるのって。それはもう A も C も同じだし、そもそもで B なんてディス何々なんてもう当然誰でも知ってるやつでしょ、だから出ないんだな。で That とかも同じパターンでしょ、しょっちゅう出てくる。 That の場合はいっぱいあるから、 That の場合は関係代名詞だったりとか接続詞とかあるけど、まずディスが出る場合はもう副詞。 Inherent 知らないのはまずすぎるね。難関大のレベルに達してない。Inherent 知らない。受け継ぐ、ああ受け継いでるっていうか、もともとあるってことね。読みやすかった長文。長文自体はまあジェンダーのやつの方はまあ、うん、まだ読みやすかったです。だアマゾンはちょっと難しかったなっていう、うん、で AI は最後の AI が一番難しかったです。あ、そうなんだ。やっぱり慣れてないんだろうね、そういうの。やっぱドーピングで来たからね。共通テストだけど。じゃあ国語、国語はどうでした、感想としては。国語最初、まあ、知識問題が出てくるんですけど、うん、それは全然知らないですね。文学史とか、あー、なるほどね、四字熟語とかも、うん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 、はい、他はどうでした。他長文2個あって、うん、最後の問題が絶対40から50の記述なんですけど、うん、やっぱりできないなーっていう、記述が苦手ってことね、うん、じゃあまず知識問題、はい、えおえおえあポロポロくらい。台本2、問1、う、はい、お、はい、お、あ、よ、本や書棚は地の積み重ねの象徴から、手の届かない非日常的なレガシー、人と本との新たなつながりを構築するものへ変化した。どうなんだろうな。地の積み重ねを書物と書棚が象徴していたが、認識が非日常的なレガシーとしての価値を、そうですね、価値が見出されるものに変化した。自分的にも俺読んでないからなんて言えないけど、まあじゃあ出しておきます、ね、はい、解いた方はぜひコメントください。思ったよりいけてた。そうですね、答えの要素としてはちゃんとあったなっていうふうに思います、うん、まだ小論やってるからね、できてないと困るんだよね。そうです、記述は。はい、続いて問いさん、う、はい、お、はい、あお、はい、えい、はい、う、はい、現在の宇宙はあらゆる平行宇宙を含めると無限だが、空間としてつながっていない宇宙を含めないなら無限とは言えない。あ、なんか分かりやすいなこれ。これならまあたぶん丸、過去につながっていた平行宇宙を含めれば宇宙は無限と考えられるが、含めなければ有限である。意味が分かるこれだけで。はい、ということでした。どうですか連番は。あ、選択は結構いけてるね。そうですね、いけましたね。知識がまずいくつ。知識が自分の 1,2,3,4 ですね、半分で、次の読解が5分の4ですね、うん、OK で、次がまあ5分の5で、ああで記述も良かったし、はい、あ取れるね。まあ、共通テスト自体やっぱここがむずいんだね。そうですね、あ、まあやっぱ小論やってたのが大きいかもしれないね、うん、これは意外と良かったんじゃない。そうですね、なんか案外良かったですね。これ知識詰め込むでしょ。そうですね、文学史まだやってないってこと。やったことないですね。そう、日本史もやってないしね。文学史の参考書やるろう、まだ自分自身も文学史詰め込んだから、はい、受験生の時、うん、それで文学史が解けるようになってたから、もう覚えりゃ勝ちなんで。え、もうほんと知識だけ。この中で美少年幸男の作品はあるみたいな。ああ、もうそんなの、はい、決まりじゃん。そんなんできるようになる、簡単に今までの詰め込みでやれば1日で覚える。1日で文学史1001日で覚えれば相当もう大丈夫だから、意外とこれ自信になったんじゃない。まあ国語は
まあ良かったなっていうふうに思いますね。英語読解と知識もうちょっと入れなきゃなって感じだけど、はい、いや良かったんじゃないですか。これ見てる人ももっとなんかめちゃめちゃ直さなきゃいけないと思ってたけどそうでもなかったんで、はい、じゃあやっぱ英語知識系をちょっと増やしていくかなと思います、ね。はい、シスターの最後の方まで行ってんの？シスターはもう最後のタギ語も全部やって、うん、10月以降から触ってないですね。触ってない、まあ、やってはいる。やってもないです。やれ。はい。やるよ。まあまあまあそうね。共通テストだと確かにね、そんな単語力っていうわけではないからね。はい。はい、という感じです。いやこれでじゃあちょっと期待はできるんじゃないかなと思います。はい、部長ありがとうございました。 Thank you for watching. 応援してください。